こんばんは。こんばんは。お名前教えてください。タトル柔術アカデミーの高亀と言います。高亀先生、おっす。ちょっと今暗くてよく顔が見えないんですけども、はい、ここが、高亀先生の、道場ですね。はい、そうです。タトル、はい、もうすぐ6月で2年になります。なるほど。あそこに今ブルーシートがあると。はい、これが例の震災でやられた。そうですね、いわゆる本震っていう、はい、2回目に来た大きい地震でぐらぐら揺れちゃって、はい、その歪みで割れちゃいました。なるほど。まあ、ちょっとタトルの今インターネットで結構噂になってるっていうか、はい、みんながこう大変だろうって言って、はい、気にしてくれたりですとか、はい、動いてくれてますよね。はい、でまあちょっと今日道場の紹介とともに、はい、いろいろまあそういった話とかもお聞きしたいので、はい、一つよろしくお願いします。なるほど、よろしくお願いします。ちょっと道場をまず見ていきましょうか。はい、このビールなんですけども、はい、なんか僕Google の、はい、なんか写真で見れるやつあるじゃないですか、はい、この上なんかヤマハって書いてたんですよね、はい、音楽スタジオだったんですよね。そうなんですよ、もともと音楽教室で、ええ、まあ、今流行りのリノベーションっていうんですか、はいはいはい、音楽教室からブラジリアン柔術道場にという形で、なるほど、はい、一新してます。なるほど。じゃあ見ていきましょう。はい、ここのドアを開けますと、開けます、はい、あ、こっちか、こっちか、はい、はい、あ、ね、こういう看板があるんですよね。そうですね、かっこいいやつが、タトル柔術で柔術、はい、ブラジリアン柔術始めませんかって書いてますね。はい、はい、ここはちなみに何ですか、この辺りは、別の会社さん、このビルのオーナーさんの、応接室だったり、こっちが、何ですかね、事務所だったりとか。なるほど。ミカミュージックって音楽スタジオがあったり。おお、じゃあまずその音楽やってる人もいるんですね。そうですね。このね、自動販売機の種類の多さいいですね。リポビタン D があります。なるほどね。はい、はい、でここもう一個でかっこいい看板がありますよ。はい、あ、会員さんが来ました。すこんばんは。タトル、あ、タトルって書いてる、ね、タトル D です。すごく雑誌で、これがねかっこいい看板がありますね。かっこいい。これはこだわって作ったって感じ、はい、カフェみたいなね。そうですね、裏ひっくり返すと、あ、なるほど、そういう風に。あ、わかりやすい。はい、わかりました。ちょっと上行っていきましょうかね。はい、このあ、これもとして地震でやられたんですか。はい、そうです。うわー、悲惨な、でもこのビール自体は結構頑丈っぽいですよね。そうですね、この辺も全部割れちゃってるんですけど、もう来てもらって綺麗に。なるほど、来てもらってます。そしてね、ここはまたこういうパネルで、はい、なんかひょっとして自分で撮ったんじゃないですか、この写真。いや、これはですね、2年前オープンした時に、プロのカメラマンさんに撮ってもらって。あ、そうなんですか。はい、へえ。こんな上手く撮れればいいですけど。なんかさっき一眼レフがあったから、はい、ひょっとしたらって思って。違うんですよ、ね、でもほとんどこうカフェみたいな感じの靴置き場があって、はい、ここで靴を脱ぐってことですね。そうですね、ノーシューズ、脱ぎました。はい、はい、だと。で、ちょっとまあこっちはまず取らずにこっち行きましょうかね。はい、ここは一体どういったスペースですか。ここはですね、まあ、みんなのくつろぎのバーですね。なるほど、はい、なんですか、まあ、こういったテレビがあって、はい、また会員さんが来ましたね。これひょっとしたらみんなでテクニック動画とか見たりとか。そうですね、あと試合の動画をずっと垂れ流しで流してたりとか。なるほどですね。はい、ここにもなんか本棚があって、まあ、柔術絡みの本があるけども、はい、これ違うな、これなんだ。あ、これですね、なんかどこだったかな、なんか柔術の記事が。アート・オブ・柔術ですかね、はい、あ、なんかこういう。なるほどね、はい、全部関係あるんですね、じゃあ。そうなんです、そうなんですよ、はい、ちょっとしこっとこうかなと思うんですで、はい、ここですよ、はい、オリジナルグッズが。そうですね、まだラッシュガードしかないんですけど。うん、でもおしゃれ。今からっていうところですね。へえ、すごいいいな、こういうなんかもうすでにアパレル感を出してて。でここにもなんかこうチラシが、フライヤーがあって。フライヤーですね、なんかかっこいいなこれ。へえ、これはまた違うやつかな。はい、これ会員さんが作ってくれて、へえ、はい、去年の思い出みたいなやつですかね。そうですね。ああ、なるほど。へえ、見てます。なるほど、はい、これはうちの道場で見たことある。あ、ですよね。はい、で、はい、ここなんですけど、もう
いかにもな、なんか防音室な感じの。おはようございます。なんかドアがあって、はい、この向こうは何なんですか。この向こうは更衣室です。更衣室、なるほど、はい、まあ、更衣室だから今だから着替えてるかもしれないからあんまし見えないけど、まあ、こういう感じで。そうですね。あ、いないんで。いないんで着替えてるのか。はい、よいしょ。これさっきここで着替えたんですけど、はい、外から結構見れるっていう。そうなんですよ、本当はですね、うん、震災がなければ、うん、もう全部もっと綺麗になってたんですよ。中からも外からも見えないように。あ、なるほど。 この写真も2日前ぐらいにできて、あ、そうなんですか。はい、そういうことか。はい、であそこになんかこうね書いてますよ。これがうちの道場のコンセプト。あ、なるほど。充実で充実で、ね、ちょっとダジャレっぽいけど。そうですね。まあどこの道場でもですね。分かりました。はい、ここも非常になんかこう床がね気持ちいい感じです。そうですね、畳。はい、でここ行きます。ここですよ、はい、この大きなドアの向こう、道場って書いてますね。うん、道場、うん、ちょっと入ってもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。はい、ここがメインなフロアですよね。ちょっとこっちの角から撮ろう。タトルのマットスペースです。そうですね。これ A でも、これ一応逆だ。ここのカウンターは何のためにあるんですか。はい、このカウンターは何のためにあるんですか。このカウンターはまあ、単純に見るためですね。保護者だったりとか、保護者さんとか見学の方、体験の方が来られた時に見るために作ります、はい、なるほど。で、なんだろう、この色のチョイスもまた独特ですよね。まずこう緑の縁だったりとか、このマットが灰色ですか。これそうです ね、はい、この仕切りマットもね、赤だったりとか。そうですね、これ全部自分でこだわって。はい、そうです。なるほど。テーマなんかあるんですか。テーマは特にないですね。テーマ特にない、分かりました。はい、はい、この窓の向こうは国道なんですよね。うん、この辺でもなんですかね、倒壊はしてませんね、まだ。そうですね、まあ、あそこがブルーシートしてやったりとか、もうこの間までここがもう全部ブルーシートだったんですけど、やっと新しい瓦が来ました。なるほど。ここが駐車場です。はい、いや、さっきでも益城町まで行ってきたんですけど、はい、もうすごかったですよ。すごいですよね。バンバン倒壊してましたね。で、なんか今うちで言うと、こういうところがその震災の傷跡というか。どこだろう。ああ、なんか壁紙がなんか、ね、これひょっとしてひびが入ったんですか。そうですね、ちょっとまだ検査が入れてないので、あ、なんどこまでひどいのかわからないんですけど、これが重いので。なるほど。入れちゃって、そしてあそこの中もエンブレムというか、これがまたおしゃれですね。そうですね。熊本タトゥー充実アカデミー。はい、はい、このマークはやっぱカメなんですか。ですね、まあ、結果そうも見れるなっていう風になっただけであって、あまりカメを意識したわけでもないです。あ、そうなんですか。はい、へ、うん、なるほど。はい、あとこっちも、こっちも、これ更衣室じゃなくてこっちはシャワーかな。そうなんですよ。あ、今一人トイレ入ってるんですけど、うわ、おしゃれだな。ここが今はい、入ってますね。トイレですね。とこのマークがついてるところが、おうおうおう、ここと、あと向こうですね、こっちもがシャワールーム。シャワー2つあるってことですね。はい、ちょっと見てみますか。あ、あまり綺麗じゃなくて、いや、まあ普通に綺麗な方ですよ。ありがとうございます。こういうのも色もちゃんとなんかこう灰色に合わせたりとか。そう、白かな、これ。そうですね。へ、最近マイブームで木をいっぱい集めてる。あら、木ですね、観葉植物ですね。これなんか、はい、これエアプランツっていって、あ、水入れなくていい。そう、空気中の水分を吸って成長していくって言ってるのに、いっぱい枯れていってるから毎日シュッシュって言ってます。ね、それたまに東急ハンズとかで見るけど。そうなんです。こっちが事務所です、ね、はい、ちょっと見てもいいですか。あ、どうぞ。まあ、いい感じの、いつもここで、ね、何か。そうですね、練習終わった後、この台所で、ラーメン作って食ったりとかいいな。へ、はい、なんかこう、なんていうんですかね、窓の向こうがこうあるって、はい、開放感があるっていうか。そうですね、大抵の道場って
そういう感じの環境じゃないので、そうですね、かなりうちの道場のカナブンがカナブンがこう開けてたら飛んできて、田舎ならではの、そうそうなんですよ、うん、そしてここのここはちょっとね見たいな、早川先生のやつが2本もあるな、あの、うん、早川先生はすごく、あの勝手に尊敬してます、ああ言っときます、はい、ありがとうございます、宮尾とかもあるし青木真也さんもあるね、あと誰があるかな、アブドジェイク、ちょっと貸しちゃったりもしてるんですけど、DVD マニアなんですね結構、いやだからみんなこれは持ってるんじゃないですかね、まあ持ってますよね、はい、そしてエクステンドね、これでも前のボトルですね、そうですね、ありがとうございます、あこんなとこに何か見たことがある、レッツビジネスティッカーも、はい、これすごく嬉しいですよかった、はい、ありがとうございます、そうそうって感じで、まあ、タトルさん、はい、あやっぱ大体こういうのあるんですね、はい、あの何を祈願してるんですかね、あやっぱり商売繁盛ですね、あ事故が起きないようにとかじゃなくて、そうですね同じぐらいですけど、はい、そっちに目がいっちゃいますね、なるほどね、はい、ありがとうございますって感じが、まあ、タトルさんの全貌ですかね、はい、ですね、はい、じゃああとはまたこの後練習などの続きを取っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします